あと一年半。卒業までの辛抱だ。それまでひたすら目立たず、地味に平穏無事に過ごす。でも僕耐えられるよね。私だってあんな奴らさっさと殴って提督から出ていきたいよ。何だよフォー、陰険なゲームで喜んでんじゃねえよバカ女ども。でもありえねえっつーの。私のために笑顔で努力してくれてる。提督を辞めたいなんて絶対に言えない。そこまでして通わなきゃいけない学校じゃない。提督は本当は何も言えない自分が、いや一番嫌い。やめてください。あれほど平穏を願っていたはずの私が、あいつらのゲームに巻き込まれてしまった。あの女全く答えてないみたいだな。バカじゃないの。笑えるわけないじゃない。あんたなんかこんなことされてもちっとも嬉しくない。なんであんな女一人さっさと追い出せないんだよ。中産階級のババアが作った飯だってことぐらいよ。持ちなさいよ。自分で稼いだこともないガキが押しこいてんじゃねえよ。私は逃げない。これからどんな仕返しをされるのかと思うと、宣戦布告よ。正直どっからでもかかってきて恐ろしい。でも踏まれても蹴られてももう負けない。お前誰に断ってこの女に声かけた。俺が赤札貼った女だぞ。キスしたの。だからやっぱりちょっとは苦手だと。ファーストキスじゃねえって。じゃあいつした。一昨日。おう、偶然な。ありえない、普通の。なんだとてめえ。やばいよ姉ちゃん。俺今、雷が落雷した。完璧に悟りが開き直った。いいのか、このまま帰って。よっしゃー。バカなんだ。おっとっと、急がば回れと。え、日曜、恵比寿ガーデンプレイス時計広場、一時。ちょっと待って。仏の顔も3つある。俺と牧野は土星人同士だから。微妙。なんだよ。あなたは私のことが好きなのよ。ありえないっつーの。はありえないっつーの。やっぱ日本語が一番弱いんだ。だから日本語に強いも弱いもねえっつー。アミン・イエーだよ。水金地下木ドッテンコロリンの土星だよ。多少のハクション入ってるけど気にすんの。もしかしてフィクションなの。俺は今大人の階段を上り下りしてる。どっちだよ。なんで朝からプロレスしてんだ。わからないなら話し合わせなくていいから。これは本格的に私の出番か。すげえよ姉ちゃん、さすがだよ。最悪だあの女。明日庶民のダブルデート行ってやってもいいぞ。茶菓子と声は甘い方がいいって言うからね。恋っていつの間にか始まってるよね。おい、思い切ってどんな奴さんに飛び込んでいくっていうのはどう。飛び込むって言われても。もしかしてさ、迷ってる。あ、ビー玉の王子様帰ってきてさ。本名字が本当に私のこと好きだなんて思えない。お前に本気で惚れられたら無理だと。お前に惚れちまう。俺が認めた女なんだ。そうに決まってんだ。新しい恋は傷ついた心を癒してくれる。私ね、花沢類のことをとっても好きだったんだ。ついこの間まで私の心の中は花沢類でいっぱいだったはずなのに。参ったな。あんたのそういう可愛いとこ、司は俺よりずっと先に気づいてたんだ。こうでもしないと白状しないんだから。きちんと彼女の気持ち捕まえとかないと私の二の舞になっちゃうよ。私ね、
あの頃大好きだった彼と結婚してたら。結婚することにしたんだ。今頃どうなってたのかなとも思うんだ。でも今でもあの頃の私が、今の俺だったらどこかで自分を責めてるのよ。あの時の静香も OK だったから。辛くて苦い恋があって人は成長する。私司のこと好きになってた。でも恋愛は理屈じゃないから。惚れた腫れたは理不尽なことだらけだよ。どうやったらあのバカ私に夢中になるかな。ただ誰かを好きになるだけでも傷ついたり傷つけられたり。本気で好きだったのに。ひどいよ。屈折してんな。俺を見てるみたいで薄気味悪いぜ。愛するときはそのために何かをしたくなるものです。犠牲を払いたくなるものです。奉仕をしたくなるものです。本当に心から愛する人ができたとき、司さんもわかるでしょう。お幸せに。俺はやっぱり牧野のこと。口を慎みなさい。あなたの不用意な一言でどれだけの混乱が起きるか、嫌ってほど分かってるはずでしょう。道明寺が頑張ることでたくさんの人が幸せになれるんだよ。諦めきれないのに自分の気持ち無理やり押し込めて見てやんないよ。終わりにしよう道明寺。牧野、お前は俺を一人の男として見たことがあるか。私あいつのことが大好きで、でもこんな自分じゃ、こんな自分じゃいけないって思って、諦めようって思っても他のことに集中しようって思っても、なんかやっぱりあいつのこと考えちゃって、自分でも嫌になるくらい。もういい。あんたは道明寺であって道明寺じゃないんだもんね。人の目とか周りのこととか気にすることないんだよ。自分の気持ちにきちんと向き合って、自分の気持ちに正直に生きないとやっぱりダメなんだよ。俺にとっての恋の味は最後に自分の気持ち。お前が作った下手くそなクッキーの味なんだ。ちゃんと伝えたら。単純だしわがままだし乱暴だけど。なんで来んのよバカ。私にまっすぐだった。決まってんだろ、好きだからだよ。私を大事にしてくれてた。嘘、なんで。やっぱり司には牧野が一番いいと思うよ。お前のぼし上がってる時だけだよ司が人間らしくなるの。司なんか変わったんだよね。素直になったっていうか大人になったっていうか、それは司ちゃんのおかげだと思うの。待って。行くな。追いかけんじゃねえ。愛されたければ。俺はやっぱりお前が好きだ。まずあなたが愛しなさい。お前以外の女は考えらんない。マキナ、俺はお前に命を懸ける。俺はお前を信じてる。今の俺には何もねえけど、それでも俺はお前と一緒にいる。マキナ、そのまま突っ走れ。俺はここにいるぞ。お前俺に惚れてんの。惚れてるよ。バカでわがままで自己中の道明寺に惚れてる。あの時この恋だけは絶対だと思っていた。
でも買ってく？道明寺は花より団子でしょ。つかさにとっての団子はやっぱ牧野だよね。俺の中では間違いなくダントツで、お前が世界で一番の女だよ。何が世界で一番なの？何もかもだよ。つかさにふさわしいのは牧野さんかもしれません。つかさをここまで変えてくれたのはつくしちゃんですわ。でもつかさんとか思ったんですけど、人の心を動かせるのはやはり人の心なんですね。私の分までつくしのことを幸せにしてあげてね。後悔してんのかい？怖いですけど、後悔は。なんだかちょっと大人になったね。俺はお前と一緒に人生を歩いていくことに何の迷いもねえけど、あんたがこれからやろうとしてることは命がけの恋だからね。戦ってくるぜ。行くか。みんながついてるんだから、相手が誰だろうと吐けるんじゃないよ。よし、二人のためならなんでも力貸すよ。やっぱり恋をするとパワーが湧いてくるものなのね。大丈夫だよ、俺たちは同じ空の下にいるんだからよ。人生は一期一会だぜ。ここまで来たら司信じるしかないでしょ。頑張れ頑張れ道明寺。信号青だ、行くぞ。あいつらにとって牧野は特別なんだ。自分にとっての特別な存在っていうのは人にはわからないもんよ。あの子に牧野は超えられないよ。なんだよあいつ、牧野のこと忘れてたんじゃねえのか。俺たちが思っているよりもずっとあの二人の絆は強い。俺とお前は運命共同体なんだ。牧野、散々遠回りしたし、散々嫌な思いさせちまったけど、それでも俺が一緒にいて俺と結婚しろ。夢って何？もう叶った。愛してる。大きくなって俺様のやつにはなりませんように。私の夢もね、叶ったよ。私があんたを幸せにしてあげてもいいよ。宣戦布告だな。やってもらおう。